はい、ブレイクチャンネルの方です。本日のゲームの総括をお願いいたします。はい、先週は本当あのフィジカルに、まあ、リバウンドもね、少し取られましたけど、しっかりこう取ろうとする意識が前回よりもあったし、まあ、あの最後までねしっかり戦ってくれたと思いますけど、まあ、出だしのところで少しね、相手のピックに対するディフェンスがあまりはまらずに、まあ、そこから少しディフェンスの方でもずれて、まあ、前半は特にオフェンスも相手のそのフィジカルのあるオフェンス、あのディフェンスに対して、まあ、あんまり展開がないオフェンスになってしまったり、うちのそのストロングポイントであるインサイドになかなかボールが収まらなかったりっていうところがあったんで、まあ、後半はね少しそこも改善できたかなと思うんで、まあ、あのリーグの最後にまた東京とも試合ありますし、まあ、チャンピオンシップでもね、あの当てる可能性があるんで、まあ、そこに向けて今回ねすごいいい経験だったかなと思いますし、これをつなげていければいいかなと思います。その前半の話がありましたけど、アルバルク東京の得点がかなりこういろんな選手に分散していた印象があって、そのあたりのこうアルバルクの守りに対する難しさっていうのはどの辺に感じているでしょうか。まあ、あのピックからのこう展開が、ね、多いチームなんで、そこのディフェンスのところで、まあ、出だしは、ね、どっちかっていうとボールハンドラーにあの中まで切り込まれてそこから展開されてとか、まあ、あと展開された時にそのセカンドサイドとかでそのスイッチになってしまってズレができたりとかっていうのがやっぱりちょっと多くて、まあ、そこがね、あの途中からディフェンス少し変えたりとかして、まあ、その辺のズレも少しずつあの収まってきたかなと思うんですけど、まあ、また次回やる時までにあのしっかり考えてやりたいなという感じですかね。あの第2クォーターに約10点近くですかね離されて、こうそこをこう巻き返すだけの部分がなかなか出すのが難しかったところがあったと思うんですけど、まあ、あの一つそのアルバルクのディフェンスを打開するっていうのがあのこのテーマっていうところの中で、想定していたもの以上のところを出されたのか、どんなその攻めの部分の感触でしょうか。いや、あのディフェンスはねもうあの想像した通りですね。あの東京のディフェンスっていうのはああいうディフェンスなんで、まあ、そこに対してなかなかね自分たちがアジャストできないというか、まあ、単発にさせられた時間帯が多かったっていう感じですかね。まあ、あとオフェンスリバウンド取った後もまたハイピックだけになってたんで、まあ、そこでインサイドつくとかそういう、まあ、こうちょっと散らす部分が少なかったっていうのもありますかね。あのそこで我慢やっぱりし続けないと、この上の3つ、まあ、あの東京、千葉、川崎にはやっぱりね、なかなか離されるとそこから追いつくっていうのが難しくなるチームなんで、やっぱりその前半でどう我慢して、その点差を離されずについていけるかとか、まあ、そういうところがやっぱり今まだうちの課題としては今日は残ったのかなという感じはしてますけど。では最初の方に語ったのいい経験にしないといけない部分というところですか。もちろんもうあのこれが全部ね、あの今後の、まあ、チャンピオンシップまだ決まってないですけど、そこ出るまでにもあの今後ねあの強いチームでやっていくにもつながっていくと思うんで、あのこれを今日の、ね、経験、まあ、その東京のディフェンスの強さとかそういう部分も、まあ、川崎だってそういうディフェンスしてくるし、秋田とか千葉だってそうだし、その辺で、ね、活かしていければいいかなと思います。はい、なければ以上させていただきます。ありがとうございます。